三遊亭円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽の代打伊集院光です。よろしくお願いします。さて、今日のお便りは愛知県にお住まいのラジオネーム飛行機雲さんからのお便りです。伊集院さんこんにちは。68歳の年金暮らしじいさんですが、最近ハッとしたことがあります。良くない噂の意味の秋分という漢字がありますが、私はこの60年ほどずっと秋門と呼んでいました。学生時代に国語が得意だと思っていた私は、それこそ一週間ぐらい悶々として過ごしました。伊集院さんはそんな勘違いありませんか？ものすごいありますね。ものすごいあります。まあ僕は学校、高校も出てないんで、覚えてるので言うと、辟易。辟易とするの辟易を、なぜか僕、辟易って読んでて、それからさらにラジオのお仕事をするようになると難しいのはイントネーションみたいなものも、お叱りを受けることが多くて、イントネーションとなるといわゆる標準語のイントネーションと、落語をやってた時は今度江戸弁のイントネーションになってくるから、肩車江戸弁で、ラジオで、例えば僕が肩車と伊集院さん変ですよって言われる。ね。で、それを聞いた師匠から、お前肩車だろって直されるみたいな。まあまあ、いろいろややこしいことはありますけどね。皆様もお気軽にお便りでご参加ください。メールアドレスは、お便りアットマーク tbs.co.jp。たくさんのお便りお待ちしております。素敵なお便りありがとうございました。三遊亭円楽のお便りくださいでした。はい、ここで中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。毎月2万人以上の方からご相談を受けています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。その後のしつこい営業電話はありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お電話は0120-10-10-10-10-10。毎月第2第4金曜日の午前9時40分からお送りしているマキコと八五郎の甘い話。仙北市田沢湖の山の蜂蜜屋の美味しい情報や商品について、また蜂の豆知識、田沢湖周辺の観光情報などなど、山の蜂蜜屋の社長
八五郎こと西村隆作さんと楽しくお伝えします。ぜひお聞きください。亀渕明信です。亀渕明信のお宝ポップス、あなたが一番好きな、そして大事にしているポップス、ポピュラー音楽をご紹介する番組です。毎回私からレコードなんかのお宝をね、欲しい方にこそ持っていただきたいということでプレゼントしてるんです。詳しくは今お聞きの放送局のホームページから、歌謡会もしくは亀渕明信のお宝ポップスのバナーを探してクリックしてください。あなたの音楽に対する思いをラジオを使ってご紹介します。亀渕明信のお宝ポップス、毎週日曜夜9時放送。三遊亭円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽の代打伊集院光です。よろしくお願いします。さて今日のお便りは、東京都にお住まいのラジオネーム甘栗のあーちゃんさんからのお便りです。伊集院さんこんにちは。いつも深夜のラジオを聞かせていただいております。実は今回お礼をさせていただきたくメールをさせていただきました。伊集院さんのラジオをよく在宅勤務中にラジコを中心に聞かせていただいておりまして、その番組中の検証の CM が私の趣味が検証であり、早速ハガキにて応募して見事に当選。これも何かの縁かなと思い、引き続き聞いていこうと思います。伊集院さんは検証で何か当てられたことはございますか？検証ね、高校生ぐらいの時に映画の試写会、新聞の片隅とか雑誌の片隅にある映画の試写会の抽選のやつによく応募してよく当たってて、でも今思うと、だって向こうは見てほしいからね。向こうは見てほしくて、こっちは見たくて、で、しかもこう新聞の片隅みたいなこと考えていくと、ほぼほぼ当たったんじゃないかな。それが当たるのが嬉しくて。で、特に、昼の会とかめちゃくちゃ当たるんです。昼の会。ね、平日の昼の会。こちとらね、登校拒否をしてますんで。これによく行きました。皆様もお気軽にお便りでご参加ください。宛先は郵便番号 107-8691。港区赤坂郵便局支所箱4号。三遊亭円楽のお便りください。たくさんのお便りお待ちしております。素敵なお便りありがとうございました。三遊亭円楽のお便りくださいでした。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、
お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。ABS アクションキャンペーンソング、高田由加が歌う Make with you。 起こすよアクション、暮れの空に起きるよアクション、夢を描くから照らす過去に自信がなくても、僕らが作る明けたの未来を。ふるさとは心の原点、あなたのアクションを支えます。朝取りワイガー北便、毎週金曜日にお送りしている花徳記念日に花束を。このコーナーではお世話になっているあの人、記念日を迎えるあの人へのあなたの気持ちをお花に込めてお送りします。お花を贈りたい方、そして送り主の方のお名前、ご住所、電話番号を添えてご応募ください。メール、ファックス、おはがきで記念日に花束をの係まで、たくさんのご応募お待ちしています。三遊亭円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽の代打伊集院光です。よろしくお願いします。さて今日のお便りは愛知県にお住まいの佐藤佳代子さんからのお便りです。円楽さん、伊集院さん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。先日何回目かの免許証更新に行ってきました。正午から午後4時までの受付で、会場に行ってみると数十人の人がすでに並んでいました。手続きを進めて写真撮影の際、私のメガネレンズが反射するようでメガネを外しました。すると鼻にメガネ跡が残っているようで、係の人が手鏡を持ってきてくださり、直すように仕草で教えてくださいました。その係の人の仕草がとても愛らしくて、思わず笑みがこぼれたところをパシャ。私の免許証の写真は笑顔で写りました。美人ではありませんが、とてもよく撮れていまして、これから5年間大切にしたいと思っています。珍しいケースじゃないですか。免許証って過度に笑っちゃダメなんですよね。無表情で撮ってくれって言われるんですよね。免許証の自分の写真がお気に入りっていうのはあんま聞いたことがないですよね。口角上がっただけでも注意された記憶がありますから、多分ギリギリのとこだったんだと思いますよ。まあ、僕は体がでかいからテレビとかは、それから人に会うときは実は極力笑っていようって心がけてるんですね。だから僕の免許証の写真見たら少ないファンぐっと減りますよ。恐ろしい顔しています。免許証の写真が自分のお気に入りはね、相当ラッキーです。
も素敵なお便りありがとうございました。三遊亭円楽のお便りくださいでした。はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら、毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば、現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。2万人以上の方に毎月お電話いただいています。代表は、法務大臣認定司法書士、田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ、0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？スマホが気になるあなたに au スマホことわざ集60の手習い。そう、今こそスマホデビューの時です。思い立ったが吉日。思い立ったら au ショップへ。通話料金がお得なスマホスタートプランをご用意しました。いかがですか？使い心地は。アンズルより使いやすし。さあ au でスマホデビューを。お酒よもやま大喜利、4月のお題は、なんかもやもやするんだよね。高校2年生の駅前田くん、先生に怒られたけど納得いかない。どうして？今日は遅刻しなかったのかと怒鳴られた。先生に怒られたけど納得いかない。どうして？お説教の途中にちょいちょいダジャレを入れてくる。反省したいのにできない。思わず笑っちゃう理由を考えて送ってね。お酒よもやま大喜利、駅マイク、毎週水曜午後3時半頃から。ジャガーズのジャニーズ。この番組では僕たち芸能界ナンバーワンのジャニーズ好きジャガーズが皆様にジャニーズを紹介していきます。ここでしかしない裏話もあるよ。ぜひ聞いてね。毎週金曜日午後11時30分からの放送です。三遊亭円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽の代打伊集院光です。よろしくお願いします。さて、今日のお便りは、匿名特住所、ラジオネーム、しばしばさんからのお便りです。円楽さん、伊集院さん、おはようございます。初めてメールいたします。私は以前、学童保育の指導員をしておりました。そこでよく聞く言葉には、ゲームばっかりしてるとバカになっちゃうよ！というのがあります。私は子供たちに、大丈夫、私も子供の頃、漫画ばかり読んでるとバカになっちゃうよと言われたし、皆の親もテレビばかり見てるとバカになっちゃうよと言われた。でもちゃんとなんとかなってるし、でも本も読んどけば、もっと勉強しておけばと今になってすごく残念なんだよねと言っていました。子供たちは賢いので親の気持ちを分かってくれます。伊集院さんはどんなお子さんでしたか？さあ、まず何より、僕が代打をしている期間に、初めて、メールをくださったっていう。で、その方が、円楽さん、伊集院さん、おはようございますっていう、この短いセンテンスに、なんか私はグッとくるもんがありまして。そういう方大歓迎です。ぜひ、まあ、もう練習だと思ってください。でいて、師匠が復帰した時も、続けてまた、おはがき、それから、メールをください。でも親御さんは難しいと思いますよ。禁止しても禁止しても子供って、まあ親の目盗んで漫画読んだり友達の家でテレビ見たりとかするわけですよ。で、親が禁止してもそれぐらいやるんだから、憎まれるのを覚悟で、例えば今ゲーム禁止とかインターネット禁止って言った方がいいのか、
自分が嫌な思いしたんだから、そこは緩めてあげるべきなのか。まあ、子育てなさってる方は大変でしょうね。素敵なお便りありがとうございました。三遊亭円楽のお便りくださいでした。はい、ここで中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。毎月2万人以上の方からご相談を受けています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。その後のしつこい営業電話はありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お電話は0120-10-10-10-10-10。もしもし、お父さんの携帯 3G サービスが終了したら使えなくなるの知ってる？本当か？この際スマホにしたら？難しそうだし、料金も高くないか？いいプランがあるのよ。今こそスマホデビューを。 au はお得な料金と安心サポートのスマホスタートプランをご用意しました。一緒に行こうよ、 au ショップ。行ってみるか。駅マイク、毎週金曜午後3時20分頃からお送りしている元気の源通信。お肉を使った料理で食べた人を元気にしているお店をご紹介しています。聞いてくださいね。東北六県お口のお祭り体操、大きく口を動かしてみましょう。まずは宮城のスズメ踊り、それ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 。次は山形花笠祭り、やっしょーばっかしょー。岩手の三叉は滑らかに、サッコラーちょいわやっせ。力強く秋田関東祭り、どっこいしょーどっこいしょー。軽快に青森ねぶた、ラッセラーラッセラー。最後は福島相馬野馬追、パッパカパッパカ。さあお祭りのリズムで健康自慢の東北へ。 AC ジャパン。三遊亭円楽のお便りください。こんにちは、師匠円楽の代打伊集院光です。よろしくお願いします。さて今日のお便りは、匿名特住所の48歳、ラジオネーム、万作さんからのお便りです。師匠の代打の伊集院さん、こんにちは。こんにちは。ついに私もこの番組にお便り出せるようになりました。内容は、私は社会人になり、早32年、16歳でこの業界に入った頃の上司や先輩方にかなり鍛えられました。しかしそんな上司や先輩がいなくなり、私も古株になってくると、逆に取引先や知らない会社の人たちが私を訪ねて過去の話などを聞いてきます。ただただ
普通に過ごしてきたのですが、年齢ってやつはただものではないことに気づかされました。まだ50前なのに語りはすごい話をしているみたい。なんか人生って楽しいですね。さようなら。自分も思いますね。僕はその落語界に17歳になったばっかりの時入りましたから、お前何年生まれだ？あ、昭和42年生まれ。うわぁ、42年生まれ！恐ろしいやつが来たねって言われてたんですよ。ね。で、まあまあ、ベテランとして話聞かれるようになりますね。でもね、それは、師匠の円楽も言ってましたけど、俺はこの目で見た。とか、あの時の空気をターゲットの年齢の若さで見ましたっていうことには何かがあるとは思っていて、僕が普通と思っている経験が今の若者に貴重だったり面白かったりするっていう経験はなんか最近多いんで、まあまあ得したなと思っております。素敵なお便りありがとうございました。三遊亭円楽のお便りくださいでした。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。スマホが気になるあなたに au スマホことわざ集。60の手習い。そう、今こそスマホデビューの時です。思い立ったが吉日。思い立ったら au ショップへ。通話料金がお得なスマホスタートプランをご用意しました。いかがですか、使い心地は。アンズルより使いやすし。さあ au でスマホデビューを。私たちは福沖栽培農法、自然回帰農法、上マルチ農法、藍釜農法などを中心に美味しいお米を提供しています。毎日食べるお米について考えよう。由利本荘市農業法人須田商事。平成ジャンプの山田涼介です。仕事からプライベートまで語り尽くす番組、平成セブンウルトラジャンプ、略してウルジャン。共演者やメンバーの裏話こっそりしています。平成セブンウルトラジャンプは毎週木曜深夜0時過ぎからレコメンの中で放送中。もちろん聞いてくれるよね。相葉しかのここだけの話。駅マイク、毎週火曜日午後1時45分放送。このコーナーでは秋田市原島愛橋科のスタッフに歯に関することや歯医者にまつわるここだけの話を聞いちゃいます。お楽しみに。 ABS は SDG メディアコンパクトに参加しています。